これで3回目ですかね。いや違う、4回目だ、4回目ですね。あのね、ピット変えた方が押されやすい気がするんだが、両方から来たか。よし、ジャマハルコン、なんとか押さえつけた。抜けちゃうね。そやめなんだよな。あべ。そっちか。飛ばされなうと。シャメラ行きましょう。なんとかなる。 OK。 はあ、ゴリ押しがなんとか通じる。あれで500キロとかしか上がんなかったら負けてたかも。いやー、やっぱ操作性が悪すぎて大苦戦しちゃいました。申し訳ありません。まあランドマインではそこそこのものは取れたかなと思いたいですね。ゴリアテはやっぱ最後きつすぎるんだよな。今回もエンディング流します。さて、残るは JB クリスタルだけになりました。正直、ゴリアテのやり直し分は、これブーストの加速の残りが次の週またいじゃってないかなって不安になってやり直したんです。今回、まあもしかしたらまたいじゃってる。まあ大丈夫だと思うんですけど、まあ加速の残りがまたいじゃっても許してください。次に使う JB クリスタルは自分が始めた初期の方で、だいぶ使い続けてきたマシンです。ただ本当初期の方なので一通りマシン試してみて、もうブラストターンも分かってないような時だったので、JB クリスタルのバランスにはすごく助けられました。
まあ、後々ブラストターンについて偶然デモ画面見つけて知ってからは、まあ結構上達はしていったかなと思いますね。どうだったかな、箱で買って説明書がついてなかったんだったかな。確かそんな感じだったような気がします。まあもともと F0 は苦手だったんですけど、特に臆病者でですね、楽器の頃は、もう初代スーハミの F0 の、まあ、クラッシュ音にすごくビビっていましてですね、ポートタウンなんかトラウマになってました。今は全然平気ですけど、まあ F0 初代の動画も出してるぐらいですからね、まああんまり上手くないですけど、そっちは、まあ、F0 の中で一番得意なのはやっぱこれとファルコン伝説ですかね。クライマックスは早すぎてちょっと GBA の中ではそんな上手くないかなっていう感じもします。まあスピードを抑えてればまあそれなりに走れると思うんですけどね。まあ、ファイティングコメットでだいぶ遊んだところもあったんですけど、JB クリスタルだとそこまでは遊べないかなって思います。まあ、遊ぶとしてもブーストを全部使い切るぐらいになっちゃうかもしれないですけど、まあ、どうなるかはちょっとまだ決めてないんで。ファイティングコメットのパイロット、クミコザブレットさんです。それでは、ご視聴ありがとうございました。